大体1分でわかる今日のエンタメ。タレントの後藤真希さんの弟で元ダンスボーカルユニットイージャンプの後藤祐樹さんが11月20日に生配信される朝倉未来にストリートファイトで勝ったら1000万円へ出演することが決定しました。同番組はアベマの人気シリーズ1000万円企画の2年ぶりとなる最新作。格闘技イベントライジンで活躍する朝倉さんとオーディションを経て選ばれた挑戦者がストリートファイトに挑む内容で、挑戦者が勝利した場合は賞金として1000万円が贈与されます。11日に公開された YouTube 動画で後藤さんは、2000年に EE ジャンプとしてデビューするも素行の悪さから芸能界を引退した際の心境や、2007年に窃盗と強盗傷害容疑で逮捕されてから約5年の獄中生活を送った当時について回顧。企画に参加した理由については、首の入れ墨だけはどうしても消してほしいと服役中に母親から懇願されていたようで、刑務所の中で母親と約束したと母親の願いを叶えるため入れ墨除去の費用に充てることを明かしていました。